こんにちは。いつか公開の「時間です。このいつか公開」っていうのはとりあえず限定公開なんだけどもやっぱね他の方にも知ってほしいことなんでプライバシーに配慮しながら、えー、一定期間過ぎたらね私のタイミングで公開しようと思っている動画のことでございます、えー、今回はですねコンテンツについていろいろとやり取りをさせてもらいましたあというのがですね、まあ、あるコンテンツが送られてきまして で、これね、そのコンテンツの中身でもご自身が言われてるんですけども何を言ってるのか分かんなくなってきたみたいなことをね何度かねお話しされてるんですよ。でこれはもうすでにね、うん、人に価値を与えたりとかあの見ていただく聞いていただく時間を、うん、割いてまでお伝えしてもそこまでねいいものかなとちょっと疑問が生じるところだったんでもう一回ね原点に立ち返ってもらおうと思って、うん、やっぱり私たちはねあのお遊び動画をやってるわけではないんですよ。 うん、やっぱこうどんな動画も売り上げにつなげていくためそして売り上げにつなげるってことは誰かからお金をいただくんですよねじゃあいただいたお金にやっぱこうね、えー、対する貢献っていうのをしていかなきゃいけませんそれがだから感謝と提供なんですよねじゃあ実際にこの動画をもって売り上げが生じるかなっていつも考えるわけなんですよいつもねどんな動画でもこれが売り上げにつながるかな次の動画への期待につながるかなってことなんですよ 逆にですね、こんな動画出したら、もしかしたら、次は見てくんないかもしんないな、とかね、何の価値も提供できていないな、とりあえずやっつけでやっちゃったな、と、少しでも自覚するなら、これは出すべきではないかな、とかね、出すにしてもちょっと工夫しないといけないな、っていうふうに立ち止まる必要があるんですよね。もちろん、振り返ってみたら、あの時のあれは良くなかったな、って思い返すこともあるんで、その時にはわかんないこともあると思うんですよ。まあでもね、やっぱりこう、伝えたいことを明確にして、一つのコンテンツなって、 作るべきだし、何を伝えたいかっていうと、何かしらの問題解決をその中に入れておくってことなんですよね。そうすると、人っていうのは悩みや苦しみとかね、うん、いわゆる相談事があるんで、検索して動画にたどり着くと思うんで、その時にタイトルに即した回答があれば、それは価値のある動画っていうふうに捉えていただく可能性が強いんですよ。でもとりあえず流れとして動画を見てみて、時間をかけてみたんだけど、一体何だったんだろうかと思わせる動画は、はいわゆるね、釣り動画になったりとか有害な動画に。 カウントされてしまう可能性があるんで、動画をビジネスにしてる人はそこを慎重になるべきかなと思うんですよ。で、今回、私がね、そういう意味を込めて、えー、情報発信で成功するための3つのコツっていう動画を撮ったら、見事に答えてくれましたね。ちょっとほっとしたなぁと。このね、軌道修正っていうのは非常に大事なことだったんで、そこを私がね、あのー、 まあ気付かせると言ったらね、大げさなんですけども、ちょっと偉そうな形になりますけども、何かしら感じてもらうことがあればなと思いながら、押し付けがましくないような形で、返信動画を作らせていただいたところ、まさにね、あのー、私の期待通りと言いますか、期待以上の返信動画をいただいたんで、さすがだなと思ったところでございます。で、前回の動画から一旦見直しさせていただいて、立て直したということで、まあ、素晴らしい動画ができてたんじゃないですか。 ただまだね、工夫の余地はまだまだありますので、えー、そういったことも込みで、この動画で誰かの心をつかむんだ。この動画で誰かの思い込みを180度変えるんだ。この動画で、ともすれば問い合わせは売り上げにつなげるんだっていうふうな、そんな意思を込めて一話一話無駄なくやっていく必要があります。これはね、視聴者さんの無駄だけじゃないんですよ。自分の無駄でもあるんですよ。というのが、私たちは家族と一緒に過ごすべき時間を仕事なんてものに当ててるわけですよ。どっちが大事ですかって考えたときに、間違いなく仕事は変わりがありますよ。近くのコンビニで働いてもいいんですよ。 でもなんで YouTube を稼ぎのネタにしてるのかって言ったらそれは家族と過ごすためとか家族を愛するためにこれが最も効率的で良いと思ったからでしょでもそれがママ逆転するんですよ、ね、パパが YouTube ばっかりやってるからパパがパソコンばっかりやってるから家にいながらも遊んでくれない一緒に過ごせないなんとなく腫れ物を触るような感じになってだんだん浮いてくるみたいなねそうするとパパの方も家族のためにやってるように理解されないみたいな感じで改りが起きてくるんですよ前回あのライブ放送でね なんか離婚の原因とかねその時期みたいなのがありましたけどもまさにこういうのもあの結婚すれば離婚の可能性があるんで常に考えていかなくちゃいけないですよでも望まないんだったらどうやったら修正できるか時にはお互いに本音を打ち上げないといけない瞬間もあるし時にはねごめんなさいと心から素直に表現することも必要だと思いますそしてやっぱりねあの家族といえども他人の集まりっていう側面もあるんですよそれも尊重しないといけないんですよね だから基本的には家族なんだからこうしろよって押し付けはもう時間がもう古いわけなんですよ家族なんだからこそお互いを自由にしていくお互いの自由を喜ぶ何をやってるかわかんないけども今日も機嫌が良くて良かったなと思えるかそれともなんかわかんないけど機嫌が悪いなっていうところにねやっぱり敏感に察知しながら時にはそれを見て見ぬふりして時にはしっかりと膝を突き合わせて話し合う瞬間があってもいいのかなと思うわけですよねこれはもう十分感じてらっしゃることだと思いますけどね で、現実離婚率ってのは増えましたけどもだからこそ抵抗ししていきましょう、うん。やっぱりね日々愛し合う瞬間を自分で意識して持っていくとかね、うん、だから、ね、これはね、うんまあ、ある特定の方に申し上げてるんでもう言いますけどもあの私の対談相手って男性なんですよで奥さんがいるんですよじゃあね奥さんにやっぱ「愛してる」とかねあの出会った頃にかけていた言葉とかねじゃあプロポーズするその前日の気持ちで今日も。 いるかってことをねよくよく考えていくとやっぱりあこれは良くなかったなとかね自分の気持ち全然素直になってないなみたいなところにやっぱりね足し替えることがあると思うんですよこれはやっぱりこう女性は女性であのそういうふうな思いをね持っていけば尊重し合える中でいけるんじゃないかなと思いますよねまさにこの他人が同居するってあの結構大変なことだと思うんですよだからこそそれを覚悟して一緒になってるわけじゃないですか、うん だからそこはね、ちょっと別のコーナーでもお話したいんですけども常にこの人を選んだなだだんだなっていうこととこの人に選んでいただいたんだなっていうことをね両方とも思っていた方がいいかなとこれはまた別のコーナーでまたしっかりとやらせてもらいますけどね、えー、そしてあの本題に戻りますけどもこの動画のリレーをやっていく中で日々自分のやっていくことを軌道修正できるっていうのは本当にありがたいことですよねこれね動画を発信した後にそれを受け取った人がどういうふうに自分に対して返信するかによってこんな発信をしてしまったんだとかね あ自分の発信してきたことによってこんなにダメになってるんだっていうのは充実感があるわけなんですよ。それからやっぱりね、あのいいにつき悪いにつき反応があるっていうのは、やった甲斐があると感じさせるんですよね。まあ、例えばね、そのあんまりいいことではないんですけども、汚らしいコメントをどっかの掲示板に書いたときでも、またね、そのコメントに対してバカにするような反応があるわけですよ。一定期間、それを人は喜ぶんですよね。でも一番寂しいのは どんだけ罵詈雑言を書いてもどんだけ人を愛することを書いても何の反応もないことなんですよ自分がこの世の中で無視されているような状態になるわけなんですよねこれは非常に悲しいし存在感を失って、えー、実際発信することをそれでやめてしまったりするわけですよねだからそういうのもねまた別のコーナーでもお話ししたいと思いますけどもまさにこの動画のリレーっていうのは10万回100万回の再生はないけれども確実に届きたい一人は必ず見てくれるところにその醍醐味があるんですよなのにやめていく人がいるのはどう思いますかってことなんですよなのにやめるんですよ もう大げさなこと言ったらね、この久保哲郎がですね、動画を送ってるのに返信が来ないわけですよ。どれだけ偉そうな人間なんだとね、どっちに思うのかは、あの、想像次第ですけども、稼ぎたいと思って YouTube をその軸にしたいと思って私のところに来て、しかも対談相手に選ばれてるのに返信がないって言ったら、どこでどう稼ぐんですかっていうのはね、私はそう思っちゃうんですけども、まあ知らないところで稼いでいただければね、全然いいんですけども、あの、花屋龍馬さんなんてのは本当に素晴らしい例ですからね、良かったと思いますけどもね。あ、それで、改善には当然、 その痛みっていうのはやっぱ生きてる実感っていうかね何と言いますか怪我っってていうののはは治る瞬間っていうのは痛いわけですよ。まあ、それと同じようにその私たちにはね経験できませんけどもその生みの不安とか生みの苦しみっていうのがありますんでねやっぱこう夜明けっていうのはその前直前が一番暗いと思いますしこうやってねやり取りする中で答えが見えてない時こそ答えが出てくるその前の日なんだろうなと思いながら過ごしていけばいいんじゃないですかね。 えといつか公開のコーナーですけどもちょっと断片的に語ったんでこの動画だけ見たんで意味がわかんない人いると思いますけども他の動画と組み合わせたりとか今までのやり取りを見ているとああよかったとなるほどそういうことかっていうふうに十分納得していただけたんではなかろうかと思いますそれでは3本目終わりですじゃあ今日はそんなとこですかねいつか公開、えー、今日はね12月9日9時になりました今日皆さん一日始めていきましょういってらっしゃい